日本人って本当に面白いんだけど、病気になったら喜んで大金払うんだけど、病気になる前にその予防としてお金を払うっていう習慣が日本人ないんだよね。だからこれ世界から結構バカにされてんだよね。本当に日本っていうのは世界ナンバーワンの添加物大国だからね。ミーロクリニック院長の三浦です。よろしくお願いします。うちのクリニックではね、食事療法っていうのを取り入れて、私は20年ぐらい前ですけど、心の相談を受けることが多かったので、いろんな宗教書とか聖書とかを読んでたら、必ず食べ物の話が出てくるんですね。だから三浦先生、僕たちを紹介してください。マッチさんです。私の YouTube のプロデュースをしてくださってます。お世話になってる桜庭大夫です。だよ、はいはい、よろしくお願いします。大夫はもう知る人知る存在なんでね、はい、まあ、私もお付き合いしてくださってすごい光栄だと思ってます。ありがとうございます。はい、大夫のツアーにも何回も、ね、あ、そうそうそう、来てくれてて、本当にありがとうございますよ。はい、すごい楽しいツアーなんでね、はい、また大夫のツアーも楽しいから、皆さんぜひ絶対行ってほしいですね。次は10月の2日3日青森ですね。あれ、もう大体満席ですよね。ああ、もうあとちょっとしかないですね。ということで、三浦先生、今回ですね、絶対食べてはいけないものっていうテーマで聞いていこうと思うんですけども、絶対食べてはいけないもの、大王何だと思いますか？いや、もうちょっとありすぎて、この日本はもう狂ってるので、はいはい、食べちゃいけないものばっかりだよ。皆さんが食べてらっしゃるコンビニやめよう。コンビニ、コンビニやめよう。あ、そうなんですね。特にコンビニは何が悪いとかあるんですか？揚げたチキン。揚げたチキン、揚げたチキンはダメだね。いや、いっぱいありますよ。いや、各メーカー出してます。ハネチキとかさ、ほぼ言ってますよ。ほぼ言ってますほぼ言ってますね。ほぼ言いましたね、今。ハネチキ言ってますよ。わかんない、誰もわかんない。いや、言ってます言ってます。もうあれ本当やめた方がいいよ、もう。キッズ大好きだからね。あれだってうまいっすもん。いや、だって僕たまにね、コンビニ行くじゃない、はい、で、前にいるキッズがさ、ハネチキとか買ってるんだよ。そうですね、はい、早いくださいみたいな感じで、言ってます言ってます。心の中でやめてくれって、本当にやめてくれって。そうなんですよ。え、これ何が悪いんですか？いや、もう油だよね。油、油、もう本当に油がもう終わってる。あ、そうなんですね。まあ、あれ油じゃないからね。血液の汚れがすごいことになってますよね、あれ食べた後っていうのはね。あ、三浦先生、どうなんですか、あれ。古い油っていうのは血液を酸化させてしまうし、はい、血管詰まらしたりするので、なるべくいい油、時代は米油とか、オリーブオイルとかも、なるべくオーガニックのいいものを取ってくださいとかっていうお話をしますけどね。海外産の安い油はやっぱりやめた方がいいのと。僕もコンビニのものはまず食べないんですけど、どっかスーパーで買う時も、僕は手首の運動って言ってますけど、ちゃんと裏向けて何が入ってるか確認してもらう。なんかよく分かんないカタカナのものが多いものは食べない方がいいですね。みんな書いてあるじゃないですか、カタカナのよく分からないやつ。だから、まあ、全部人工的に作られているので、私はね、はい、たまたまオーガニックで作られている方の知り合いが多いので、そういうところから食草してもらってますけども、やっぱり食べ物で全然違いますのでね。そうなんですね。え、2人がめっちゃ気をつけてる化学物質っていうか、カタカナのなんか成分みたいなのありますか？白砂糖が多いものとかは減らしてくださいって言います。白砂糖、古い油、できたら農薬とか少ないものの方がいいかなと思います。でも農薬少ないってどうやってジャッジするんですか？僕は農家さんから直接買ってるんで、食べ物をずっと扱ってたんで、全国の自然栽培してる農家さんとかずっと回ってたんですね。その時のご縁でお知り合いの方から、この人が作るもんだったら安心できるなっていうものを取り寄せて食べてます。そうなんですね。まあ、今だったらね、奇跡のリンゴの木村明則さん。ああ、有名ですね。大王知ってますか？もちろん木村先生ね。あの人たちのグループがあるので。グループ？木村さんの弟子さんが岡山とか全国にたくさんおられますので、そちらから取り寄せていただくようにしてます。そうなんですね。大王、なんかそのオーガニックだとか農薬だとか気をつけてることあります？いや、もちろん気をつけてますよね。日本人って本当に面白いんだけど、病気になったら喜んで大金払うんだけど、病気になる前にその予防としてお金を払うっていう習慣が日本人ないんだよね。だからこれ世界から結構バカにされてんだよね。本当に日本っていうのは世界ナンバーワンの添加物大国だからね。だって外国で禁止されてるもの、日本は全然オールオッケーだからね。
そうなんですね。だってこの間ほらロサンゼルス行ったじゃない、はいはい、ロサンゼルス行った時に日本食コーナーのとこに、はい、ちゃんとポテトチップスのとこにちゃんと発がん性物質大量に入ってるけど食べたらがんになるけどいいのかいみたいなポップ書いてあったもん。あゆがんみたいな。そう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 、マジで書いてあった。マジで書いてあった、うん、拳銃のマークも書いてあったもん。あ本当に、うん、なんで拳銃のマーク書いてあるんですか。いやあゆがんでしょそういうことですか、うん、ヨーロッパで認められてる添加物の10倍ぐらい日本は使ってます、うん、10倍の種類もっといっぱいあるかもしれない。ちゃんと、ちゃんと調べる。いや多分僕は何百倍だと思いますけど、うん、ね、100倍ぐらいはあるかな。うん、外国のね日本に来る時のガイドラインみたいなので、はい、野菜を食べないようにっていうふうに書いてあるからね。なんで、うんうん、農薬がひどいから。あそうなんですか、うん、めちゃくちゃやばいじゃないですか。やばいですね。知らないですね日本にいる人たちは、うん、だから知らないうちにと食べてるからね、うん、それが蓄積していくとねあんまりよろしくないので、うん、お腹から病気になったりだとか肝臓の病気とかひどくなるとがんになったりすることもありますので、うん、どうしても取らなければいけなかったら、うん、こうデトックスを図っていただくっていうことをしっかりやっていただく、うん、汗をかくとか、まあ、うちでよくお勧めするのは、うん、玄米コーヒーっていう玄米をくれ焼きにしたものとか、うん、いくつかサプリメントでデトックスを図るようなものを取ってもらったりお薬飲んでる人なんかはねしてますね。薬飲みながらデトックスも図らないといけない。化学物質ですから全部。そうなんだ。薬だけ飲んでる人めっちゃいますよ。いやいっぱいいますよ。薬 with デトックスが必要なんですね。代表なんかデトックスでなんか気にしてることとかありますか。今の話でうちの親父もそうだったけどご飯食べた後なんかもうすごい山盛り薬飲む人いるんだよ。いやそうっすね。いやそれ本当に必要なんですかっていう、うんうん、多分医者から出されたからもうそのまま飲んでる人いるんだけど、うんうんうん、亡くなってから薬じゃない、うんうん、焼いた時にもう骨が緑になってるからね、うん、そうなんすか。本当すごい量出てるんでね。薬だけでお腹にいっぱいになってご飯食べれませんとかっていう人結構いますよね、うん、本当ですか、うん、何それ何その世界観、うん、10種類ぐらい平気で出してますもん ね、 そうですね。本当に必要なんですかっていうね。うちはだから減薬カウンセリングっていうのもやってまして不必要なお薬は減らしていって本当に飲まないといけないものだけに絞ってもらうとか、うん、あとは西洋薬のお薬から漢方薬に変えてもらったり基本的には食べ物で置き換えていくっていうようなカウンセリングをしてます。うん、最高ですね、うん、本当必要ですよそういうの。これなんか素人がやるととんでもない副作用が出たりとか怖いじゃないですか、 なんか、うん、三浦先生に相談しながらできるのがいいですね。そうですね、一応血液検査とかをしながらいるものといらないものを分けていくっていう、うん、大きい病院行くとね医療用のコンピューターに服薬セットっていうのが入ってて、はい、とりあえずこの病気の人が来たらこれってポリッとしたらもう5種類ぐらいバーンって出てくるんですよ。あそうなんですか、うん、だからそうじゃなくて本当にいるものだけに絞っていくっていう。なるほど、うん、医者としてもノージャッジでもうそれをもう処方されちゃうみたいな感じですよ、うん、僕はよく言ってるんですけど僕は薬屋じゃないんでちゃんと選びますよって。そうですね、もう病院じゃないですね、薬屋ですね。いやこれはすごい医療業界の闇を見てるような感じですね、うん、大きい病院行くともうすごい量の薬出ますからね。これぜひですね気をつけていただければっていうのとあと親がもう大量にもらってくるからちょっと親一回減薬のその相談させた方がいいなっていう人とかいると思うんですよ、うん、なのでぜひ三浦先生のところに相談行っていただけたらなと思います。ありがとうございます、はい。